中川町は上川地方最北部に位置する町。明治期よりアンモナイトの化石が発掘され、化石の里として町おこしを行っている。上川総合振興局管内の最北部に位置する。東西を山に囲まれた地形。町内を東から北西にかけて流れる手塩川に沿って集落が存在する。2015年国勢調査によれば以下の集落は 調査時点で人口零人の消滅集落となっている。中川町の気候は日本海沿岸型に属し、春は雨が少なく秋に多くなる。また、寒さが厳しく積雪も多いのが特徴である。中川のアメダスは1977年11月から統計を開始した。最高気温の局地は摂氏34.3度。最低気温の局地は低。 摂氏35.6度、低、摂氏30度を下回ったことが9日ある。平年値で、冬日の年間日数は172.0日、真冬日79.6日、夏日32.1日、真夏日3.0日、熱帯夜0.1日。熱帯夜は、過去に最低気温摂氏25.9度と摂氏25.2度の2回、観測した。 猛暑日を観測したことはない。降水量は8月から12月にかけて多い。10月から3月にかけては雪、または雨の降る日が多く、日照時間は11月から1月にかけて少ない。最大風速の極地は秒速20.0メートル。最大瞬間風速の極地は秒速32.6メートル。中川軍の軍名より、 手塩川の中流に位置することに由来する。機関産業は、落農、林業。手塩中川駅、斉藤茂吉の兄、森谷富太郎が町内の診療所に勤務していた。1932年にも吉は兄を訪ねるために、中川村に訪れ、滞在中に、いくつかの歌57首を残した。これを記念し、中川町では1994年からイベント、 中川町短歌フェスティバルを行っている。また志文分内診療所跡には、木地小公園が設置され、短歌フェスティバルの最優秀作品を掲示している。ありがとうございます。